続語集囲和歌集は、直線和歌集、二十巻、二条め富士、二条め停戦、十三大衆の八番目。現行三年七月二十一日、め富士が、五代醐天皇の直命により着手、翌四年め富士の死亡後、忠正が命を継ぎ、小中三年先進、女はない、過数千三百四十七種、作者は五百六十人弱。 五代醐天皇にとっては、自らの意志で最初に選ばせた、最初の直線和歌集である。五代醐天皇は本歌集に非常に満足したが、教国派を報ずる花園上皇の票は適宜しく、二条墓家人の三条人人も、変派だと批判している。女系家に優れているものの、力が乏しく、二条家への平凡化していく体制を、示している。しかし、先進中に、 政中の変が起こっており、政治史的、文化史的な意義は小さくない。俗語周囲集の特徴の一つは、武家家人が鎌倉幕府関係者に限っても60名に上ることである。その大半は、1、2種の採用に止まり若衆集全体の傾向を左右するほどではないが、作者層としては無視できない。中には、足利高氏の和歌も一種採用され、 これは現在確認されている中では最も古い、高氏の和歌である。高氏は、前回の俗戦在和歌集の時もこの和歌を選者に送っているが、その時は採用されなかったため、今回は収録してほしいと哀願している。特捜経費官の内っち人も数名いるが、本来6位相当の彼らは、法名や隠し名でなければ直線州に日集できない監修に反して、 実名で記載されている。これはかつて、北条貞時が定めた一文悲官の入り首禁止にも違反しており、鎌倉後期におけるおうち人勢力の伸長を反映していると見られる。ありがとうございます。